そうですね、大学に入って今3年生ですけど、1年生からやってる曲もありますし、まあ、2年生の終わりからやってる曲もありましたね。まあ、とても長い時間の演奏なので、まあ、できるだけ自分の、まあ、好きな音楽と、まあ、それだけには、それだけではやっぱりコンクールとしては、まあ、偏ってしまうので、まあ、そういう自分の好きなレパートリーと、まあ、もうちょっとそこを補填するような、その国の作曲家とか、まあ、ちょこちょこ選んでやってます。まあ、今まであんまりコンクールということはあんまり演奏上では意識しないで臨んでいたので、まあ、それがまあたまたまこういい結果につながっているので、セミファイナルでもまあなるべくコンクールだということはあんまり意識せず、まあ、なるべくその自分の音楽に全うできればと思ってます。